皇帝側の戦略としては？つまり、俺はもっと自由にやりたいんだ。それは俺が？自身の必要性が強調される、わけだ。特権を持ちあらゆる場所へ負荷をかける結果、社会的ストレスは増大し皇帝の権力は強固になる反面、社会不和は加速する。誰が悪いんだ？自由を求めているのは誰だ？皇帝は意外と不満を回避するが、神様的にはターゲットとしてか、常に見てはいる、のだ。簡単な答えも、すぐには。理屈はわかっている。そんな悠長なこと言ってられるか。そういう切迫感が、太平洋戦争の開戦を招いた。それ、をもたらしたのが朝鮮系の強迫観念。それが生む横島佐だった。だから朝鮮という国は滅んだ。としても、だから、もうちょっと待て。いつまでだ。それは、ある種の耐え難い何かとして迫る。正義か悪か、その先。